どうも、フリーマンこと、ハースガーです。今回はですね、内政、外交がボロボロなアメリカと、関羽像が解体される中国という話です。推しとしては、どんどんひどくなるアメリカと、新たな文革が進む中国の未来はどうなるのかというところなんです。両陣営の話の前に、まずは現在のアメリカです。2021年9月7日、カリフォルニア州のオロビル湖の貯水量が 23% まで減少。同州では現在、猛暑のために深刻な干ばつや大規模な山火事が起きています。ここからがトランプ陣営の話です。2021年9月5日、トランプ氏はタリバンに対する声明を発表。タリバンはフライトの出発を許さず、アメリカ人を人質にしているとし、タリバンを批判しました。翌日の9月6日、トランプ氏はアメリカメディアの KEPR-TV のインタビューに答えました。トランプ氏は、我々は完璧にコントロールしていた。時間をかけることもできた。大統領選で私が退陣した後、すぐにタリバンが支配し始めた。あの13人の素晴らしい人々は今日生きていただろう。我々は兵士を失わなかった。我々には条件があった。彼らが条件を飲まないのなら、我々は彼らを徹底的に攻撃した。彼らは電話をかけてきて、条件を飲むと言ってきた。私が辞めた途端、彼らが乗っ取り始めたのだ。私たちは完全にコントロールできていた。この13人は両親もそれを知っていて、もしトランプ大統領が正当な大統領であれば、息子は何かを成し遂げることができたと言っている。私たちの息子は今も生きているだろう。バイデンらはとても愚かなことをした。彼らはおそらくそれが起こったことを信じられなかっただろう。などと述べました。アメリカの国営放送、ボイスオブアメリカも興味深いことを報道しています。9月4日にアメリカ、イギリス、オーストラリア、ニュージーランド、カナダの情報共有協定であるファイブアイズについて専門家の話として、韓国のファイブアイズ加入は米国だけでは決められない。数年前、米韓連合司令部内で連合軍司令部が韓国軍と共有した情報の一部が報道機関に流れた事例があったという見解が出たんです。それはその通りだと思うので、事実以外の何者でもありません。スイス出身の市場予測家のマーク・ファーバー氏も9月3日に USA ウォッチドックのインタビュー番組に出演。その際に各国の中央銀行がお金をする量を減らすことはないだろうと語ったんです。むしろ破綻した経済システムを少しでも長く延命するために各国の中央銀行はさらに早いペースでお金をすると予想しています。その上であの病気の件が終わればファーバー氏はお金を吸っている側は戦争を始めるとも発言したんです。ここからがアメリカ以外ですが、日本では政府が10月以降にワクチンを接種済みなら、緊急事態宣言下でも県をまたぐ移動を OK とする基本方針を9月9日に決定する見通しだそうです。要するに実質的なワクチン接種証明であるワクチンパスポートを導入することになりそうなんです。ただ、半年でワクチンの効果が切れるので、これはどうかと思う話なんです。イスラエルのテルアビブでは、ワクチンパスポートに反対するデモが9月6日時点で6夜連続で行われました。そのイスラエルでは3回目のワクチン接種を開始しましたが、人口100万人あたり新規感染者数は9月1日時点で世界一を記録。これによってイスラエルは4回目の接種を考えている状態です。シンガポールでは国民のワクチン接種率が8割を超えたんですが、重症化は防げるとはいえ、感染者が急増している状況です。そのワクチンパスポートに関しては、マスクも含めて世界で反対デモが起きています。9月4日にフランス、イタリアが反対デモを起こし、アメリカではウィスコンシン州で8万人がノーマスクでフットボールを観戦。オランダ・アムステルダムでもワクチンパスポート抗議のために何千人もの人々が集まりました。ニュージーランドでは9月6日に最大都市のオークランドを除き、全地域で9月7日深夜からあの病気対策のロックダウン解除を発表。それとは正反対の政策をとっているのがオーストラリアです。ビクトリア州のダン・アンドリュース首相は
予防接種を受けていない国民を締め出す状況に移行すると9月5日に発表。ワクチン接種しないとビジネスに参加できず、パブ、スポーツイベントなどの州内の会場から締め出されると述べました。イタリアでは熱病患者を見つけるための医療用ドローンを投入。ローマの海岸にもそのドローンを9月4、5日に飛ばしたそうです。これによってあの病気に感染している人を特定するそうなんです。ワールドカップのサッカー予選ではブラジル対アルゼンチンの試合が開始5分後に中止し、あの病気のルールをめぐってアルゼンチンの選手4人を逮捕、罰金を科して国外退去させることになりました。そして9月8日にはファイザー製のワクチン接種を完了した半年後に抗体の量が8割以上減少していた研究結果が発表。アメリカのブラウン大学などで同社製のワクチン接種を済ませた介護施設居住者、医療関係者の212人を対象にして、接種後の2週間後に比べ半年後の抗体の量が全員 84% 以上減少したんです。また EU の医薬品規制当局である欧州医薬品庁はファイザーとビオンテックが共同開発したワクチンに関連した体の炎症リスクを調査していると9月3日に発表。この症状は他のワクチンを接種した後にも報告されているとのことです。あの病気以外では日本の岸信夫防衛大臣が9月7日に中国の2021年国防費は日本の約4倍とされていることに脅威を抱いており、我が国にとって台湾は目と鼻の先にある、与那国島から110キロしか離れてない、台湾で起こることは我が国としても人事ではないと台湾の危機に関する話をしていました。その台湾では9月6日にホンジュラスに対し警告をしています。ホンジュラスの最大野党が中国と国交を結ぶと公約したことを受けて、中国の約束は上辺だけの虚偽だと台湾は警告。近年中米のパナマ、エルサルバドル、ドミニカ共和国を含む7カ国が台湾と断交し、代わりに中国と国交を結んだんです。韓国では9月1日に潜水艦発射弾道ミサイルの潜水艦搭載水中試験発射に成功。今後ミサイルは量産実戦配備される方針です。そのミサイルを監視するために中国人民解放軍の盗聴級情報官がその電波情報を収集していました。中米のエルサルバドルでは暗号資産仮想通貨のビットコインを9月7日に法定通貨にしました。しかし同日の取引では1時間で 10% 余り下落する展開となったんです。ここからがバイデン陣営の話です。ブリンケン国務長官は9月7日にアメリカ人アフガン人が出国する問題の解決のためにタリバンと交渉しています。同日ブリンケン国務長官はタリバンがアフガン北部でアメリカ人の国外退避を阻んでいる報道を否定。タリバンは一部出国希望者に書類の不備があるためチャーター機の運航を許可していないと述べました。そのタリバンについて共和党議員のマイケル・マコール議員は9月5日に FOX の番組に出演。タリバンが出発準備の整った6機の飛行機が離陸するのを妨害し、アメリカ人を人質にしていると語ったんです。その上でタリバンが何か見返りを求めているから妨害していると述べたんです。そのタリバンは首都カブール近くのパンジシールの抵抗勢力を9月6日時点で完全掌握したと表明。その前日の9月5日にはタリバンは妊娠8ヶ月の警察官であるバヌ・ネガーさんをアフガン中央のゴア・フィールズ空府で殺害しました。タリバンはイギリス BBC の取材に殺害に関与していないとしていますが、ネガーさんの息子はここで話せない証言をしています。さらに福岡県の NGO ペシャワール会現地代表だった中村哲さんの壁画が9月5日までに真っ白に塗りつぶされて消されていたんです。中村さんは1980年代から現地で医師として人道支援を行っており、2019年にテロ攻撃で亡くなった後に切手にもなったんですが、壁画は
タリバンの抵抗勢力だった英雄の名を冠した交差点にあったために、タリバン側が消すように指示したそうなんです。以前の動画でタリバンは韓国軍の旧モデルの軍服を着ていた話をしましたが、タリバン抵抗軍も同じ軍服を着ていたんです。これは一体どういうことなんでしょうか。そしてタリバンは9月7日に新政府を設立。しかしその暫定政府のトップ4人はオバマ政権が捕虜交換の際に解放したグアンタナモ刑務所の元囚人だったんです。これらの状況も当然影響していますが、調査会社のラスムセンレポートの9月1日の世論調査によると、アメリカの有権者の 62% が米軍のアフガン撤退がどのように処理されたか議会が調査すべきだという結果が出たんです。バイデン大州長が成功と言ったにもかかわらず、 65% が作戦は失敗、そのうち 47% が全く成功しなかったと考えているそうです。また共和党員の 68% が撤退計画に関与した米軍の将官や高官は辞任に追い込まれるべきだとしています。アメリカメディアもやらかしていて、アフガンで亡くなった13人の兵士を称える式典の最中に大州長が何度も時計を確認していたと兵士の親が非難。これに対し USA Today はそれを否定する記事を掲載し、親たちが嘘をついていると報道。ところが実際は大州長が時計をチェックしたのは式典後であったため、 USA Today は親たちの主張は一部誤りであるという記事を出しました。この記事を書いたダニエル・フィンケ記者はファクトチェックを食らってツイッターで言い訳をしていたんです。アフガニスタン以外では民主党のカリフォルニア州知事であるギャビン・ニューサム知事が9月14日に行われるリコール選挙が近づいているために9月5日にカマラ・ハリス副大州長に電話。それを受けて副大州長はニューサム知事の選挙運動を開始したんです。リコール選挙について世論調査では拮抗していますが、実際にはニューサム知事に反対する共和党員が投票するとされています。 CBP サークルバックサキさんことジェンサキ報道官もまた変なことを言い出しています。9月6日の記者会見の際に CBP さんはあの病気について、会話の内容は多岐にわたります、相互利益になるような話題がカバーされています、例えばあの病気からグローバルなプランデミックに対処するという我々の活動に至るまでと発言。このプランデミックという単語はプランとパンデミックを掛け合わせたもので、今回のパンデミックが計画されたものであることを指して使われるようになった言葉なんです。それを CBP さんが言ったので、ネットでは報道官としてこれまで CBP が発言した中で最も正直なもの、多くの人が疑ってきたことを認めてくれてありがとうと珍しく称賛の声が上がっています。そんな中アンソニー・ファウチ氏も新たな話が出ており、サハニュースサイトのジ・インターセプトがファウチ氏が所長を務める国立衛生研究所に情報開示請求を行った結果、ファウチ氏と関係が深い非営利団体エコヘルス・アライアンスが SARS をベースにしたあの病気の機能獲得研究を行っていたことが判明。要するにファウチ氏が連邦議会で行った答弁は虚偽答弁だったことになります。その上で新たに公開された文書では、国立衛生研究所の助成金が武漢で行われた SARS 関連ウイルス構築を支援したことの裏付けになっているんです。またウォールストリートジャーナルは9月7日にアメリカ国立研究所が2020年5月武漢研究所からウイルスが流出したという説は説得力があり、さらなる調査が必要だと結論付ける文書をまとめていたことが分かったと報じました。先ほどカリフォルニア州の話に触れましたが、1964年から民主党は同州を統治していますが、サンフランシスコ市ではホームレスの数が過去20年間で 800% 以上も増加。これにより同市はホームレスを罰する条例を強化することを選んだそうなんです。また同じく民主党が治めているペンシルベニア州フィラデルフィアでは麻薬、貧困などが横行しており、街にホームレスなどが溢れ無法地帯となっています。
テキサス州に対しても司法省が手を入れようとしています。テキサス州は選挙改革、中絶禁止法を掲げていますが、それに対して大州長陣営の司法省は同州で人工中絶を求める人に対する暴力、脅迫を容認しないと述べたんです。あの投資家のジョージ・ソロス氏もまた動きがあり、世界最大の資産運用会社ブラックロックが進める中国投資を批判。ソロス氏はウォールストリートジャーナルへの寄稿で、中国に今数十億ドル投じるのは悲劇的な過ちだなどとしました。確かに今の中国はその通りではあるんですが、ソロス氏が今頃そんなことを言い出すのは遅すぎる感もあります。またアップルにしても子供の虐待防止のために iPhone に虐待を示す画像がないかモニタリングするプログラムを開始しようとしていましたが、アップルのプライバシー優先のマーケティングキャンペーンに引っかかるとして数ヶ月間延期すると9月3日に発表。これに対し、あの子供が大好きなジェフリー・エプスタイン氏の件に絡んだ批判が起きています。ここからが中国関係の話です。今回の動画をまとめる際に一番驚いたのが、あの三国志の蜀の将軍、関羽の湖北省慶州市にある巨大像が9月から解体が始まりました。この像は2016年に同氏が巨額を投じて観光名所となっていましたが、中国共産党は公費の無駄遣いと断罪し、解体が決定。建設解体費用は3億円、約51億円に達する見込みですが、日本でも横浜、神戸の中華街に関帝廟があるほど、中国では神様とされている関羽本人はどう思うんでしょうか。その中国では企業の締め付けによって投資家はインドに避難。それにより今の状況にもかかわらず、インドの株式市場は最高値を更新し、今年の世界の主要国株価指数の中でトップの上昇率を記録しました。9月5日には中国の不動産開発大手の中国恒大集団がデフォルト、経営破綻を警告。2020年の恒大集団の負債総額は1兆9500億円。約34兆円を記録。フィンランドの年間の経済規模を上回っています。中国は恒大集団に資金介入をするんでしょうか。さらに中国の今の状況を表しているのが海外事業からの撤退です。9月7日のブルームバーグによると、中国企業が今年の段階で売却計画を発表した海外資産の総額は105億ドル、約1兆1500億円です。少なくとも1998年以降で2番目の大きさで、このままなら今年は昨年の150億ドルを超える可能性があるそうです。香港の行政長官、キャリー・ラム氏も中国におもねる発言をしています。9月1日の段階でラム氏は中国の経済、外交戦略の一帯一路と、日本、中国が参加しようとしている自由貿易協定、RCEP を推し進める意向を示しました。これについて中国商務省も支持を表明しているんです。巨大で複雑なデータの集合のことであるビッグデータについても、中国は9月6日に2021年持続可能な発展ビッグデータ国際フォーラムの開幕式を北京市内で行いました。習近平国家主席はこれに対し祝賀メッセージを送りましたが、中国が言うビッグデータだといろいろと思うところがあります。その国連管轄の浙江省杭州市にできる持続可能な開発のためのビッグデータの国際研究センターは、中国共産党の中国科学院の裏手に建設されそうなんです。同日、中国国家発展改革委員会は学習塾の受講料の範囲を設定、講師の給料などの塾の経費を調査する方針を明らかにしました。中国は塾に対しても営利行為ということで締め付けをしていますが、これもどうかと思う話です。9月5日にはまたもや中国軍機が台湾に侵入。台湾の防衛に必要な空域である防空識別圏に中国の爆撃機を含む19機が侵入しました。これは当然大州長の今の姿勢が影響している話です。そんな中国は8月21日から9月1日までにチベットのダライラマの写真を持った町の人々113人を逮捕。これも明らかな人権弾圧ではないでしょうか。また中国に批判的な同国の現代芸術家の
アイ・ウェイウェイ氏に対し、スイスの金融大手のクレディ・スイスは、アイ氏の中国での犯罪歴に触れた上で、同氏が運営する財団のスイス銀行口座を9月7日に閉鎖。これに対し同氏は、有罪判決を受けたことはないとしています。これもまた個人的には目を疑ったんですが、9月6日に韓国の中央日報によると、8月7日に中国江蘇省連雲湖付近の麺料理店で麺を食べた客が異常を訴えて通報。これで公安当局が動き、なんとこの料理店ではケシの粉を入れた調合ソースを麺に入れて味付けをしていたんです。これで売り上げが 33% 以上増えたそうですが、麻薬麺を売っているのも中国らしい話です。これも中央日報ですが、9月7日の段階で中国では韓国の K-POP スターがどんどん排除されています。中国は現在、経済だけでなく芸能界も規制の対象にしていますが、中国版ツイッターのウェイボーでは、K-POP グループの BTS のメンバー、ジミンさんのファンクラブアカウントも60日間の使用禁止措置、チェジュ航空の飛行機にラッピン広告を出そうと会員に対して募金活動を行ったことが理由とされていますが、これ以外でも K-POP グループの取締りやグループの中国人メンバーが韓国での活動をやめて帰国しているそうです。ここからが日本と中国の関係ですが、北京で開催された中国人インバウンド客誘致イベントにて、中国メディアは日本政府観光局と北海道の観光業者へのインタビューを行いました。中国がこれだけ締め付けをしているのに、中国人観光客が日本に果たしてどれだけ来るのかという話なんです。そんな状況にもかかわらず、JETRO、日本貿易振興機構と外務省は日本の中小企業の中国進出支援を推進しています。現在2021中国国際含む交易会日本館が開催中で、日本の30以上のブランドが出展していますが、中国には民事訴訟231条という有名な法律があり、日本企業が中国から撤退する場合、現地に作った施設などを丸ごと置くなどしないと日本に帰国することはできません。9月6日にはあのルーピー宇宙人こと鳩山由紀夫元総理が中国のテレビインタビューで、ネットの空間においては日中関係を貶めることを目的とした誹謗中傷やひどい情報が散乱してしまっています、こういった状況が日中関係に大きなマイナスを及ぼしていると発言。このあたりについてはさすがとしか言いようがありません。自民党総裁選関係だと北朝鮮とも関わりがあるとされる石破茂議員は、2019年に日本浙江省婦人連合会のパーティーに出席。その際、習総林会長と石破議員はがっちり握手していますが、女性との記念撮影のため石破議員はやたら強く握手して、満面の笑みを見せています。最後にご紹介するのは、河野太郎大臣が2018年4月に外務大臣だった際に中国の CCTV 中国中央電子台のインタビューで、中国からもっと観光に来てもらえるように日本のビザのオンライン申請とかビザを電子化することをやって、なるべく手間がかからないようにしたいと思います、お互いを訪問して相手の国の国民と触れ合う機会をもっともっと増やしたいと思いますと発言。このあたりは父親の河野洋平氏と立場的に変わらないのではないでしょうか。ここまでが現状ですが、どんどん米中がおかしくなっています。ただ世界中のお困りの方たちが同時に炙り出されてもいますが、どんどんひどくなるアメリカと新たな文革が進む中国の未来はどうなるんでしょうか。最後までご覧いただきありがとうございました。自分のこのチャンネルは経済、外交、福祉などの問題を取り上げて、現状よりもどうすれば良くなるかについて話しています。もしよろしければチャンネル登録、それからグッドボタンを押していただければ幸いでございます。またお会いいたしましょう。